おはようございます。はい。3日目ですね。3日目。はい。はい。今日はまず R1 モータースポーツ。オリジナルマフラーとかもね。ああ、そうですね。やってる。ショップ視察に行って、その後プラチナモータースポーツで、その後アナーキーとミーティング。ミーティングですね。はい。工場はないので。はい。ミーティングのみとなります。今日ちょっと移動が長い。長いですね。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、到着しました。はい、来ました。はい、R1 こちらですね。R1 モータースポーツ。去年僕 HRE オープンハウスの前に早く入って LA に入って僕は行ったけどすげえ。2人は初めて来てないです。初めて来ました。今回初めてということで。まずじゃあ中に入っていってみましょう。まあ撮影 OK っていうね、許可もらってるんで行ってみましょう。もうね強烈なんですよ、この中が。こっからがやばい、やばい、景色がやばい、やばい、もう何台あるんだっていう。本当に納車をしてる。多いよね。基本的にまあ僕らもやってるのと同じような形だけど、オリジナルのマフラーをこの会社は作ってて。でチタン製かな、はい、チタン製のマフラーで、まあ、実際その奥で本当に作ってるんですね。内側にはこのまずシャークブルーの GT3RS がやばいっすね。かっこいい HRE ね。多分まあマフラーもやってるんで、もうあのこっちに止まってる車全部変わってるんですよね。スパイダー、スパイダーは AL13。 はい、これ前までフィルム貼っちゃって、これ夜見えんのかな。 STO がこれが AT86 入ってますね。やっぱ STO かっこいいよな。かっこいいですね。かっこいいね。これはもう手に入らんやつよね。今日本で7、8千万。それはさね、去年来た時にこれ作ってた。なんかアメリカで一番最初に992のブラバス組むんだっつってやってたんで、ホイールは ADV1。 なんかこの ADV1 のデザインもなんか R1 デザインみたいな。あ、そうなの。そうっていうことをこの前も言ってました。伸びていくのワイドボディキットです。でまたホイールがでもなんか違うの。このホイールは AL13。 みんなメッシュだね。992のターボ S。 はい、これがマフラー交換してるんですね。綺麗よね。綺麗ですね。綺麗ね。なんかもうバックオーダーが180本セット溜まってるみたいな人気。まあ輸出なんかもね、まあうちもね日本に輸出してもらったりしてるんで。また GT3RS がマフラーの音聞かせてもらったんですけど、めちゃくちゃいいよ。これやばかったね。いや、こんなにある GT3RS って本当になんかないよ。オーダーいっぱいもらってすごい全国から探してきてるんですけど、こんなにある？こんなにあります？普通ないよね。ないですね。びっくりした。だみんななんかマーカーは埋めて、そうですね。ここを埋めて、本来ここが光るんですけど、それをこっちのねヨーロピアンのサイドマーカーっていう。だから日本もまあ日本もそうだね。そうだね。アメリカは本来ここにウインカーも何もついてないところに。ヨーロッパや日本仕様のウィンカーを足して、ここがマーカーで光ってるっていう。いやー、すごい。すごい。本当になんか、語彙力ないけど、すごいここ。すごいしか出てこない。はい。R1 モータースポーツさんでした。はい。じゃあ次は、プラチナモータースポーツで行ってきます。はい。行ってきます。お願いします。やってまいりました。はい。プラチナモータースポーツ。はい。もう毎回アメリカ来るたびに立ち寄らせてもらってたら、いつの間にかめちゃくちゃ仲良し、もう自分家だと思って、好きに撮ってくれっていう、好きに撮っていこうと思います。アーバンオートモーティブのボディキット装着したゴースト、これはいつ見てもかっこいいね。さすがグリルの中も最近マンソリがよくやってる、色変えてるやつ、反対側だけ塗っちゃって。いいね、これね。かっこいいですね。これはね、本当にかっこいい。かっこいいですね。これでも、社長が乗ってんのかな、プラちゃん。なんか、思いっきりさっき乗って。乗ってきましたもんね。社長が。チャイルドシートついてるね。うん。社長の車なのかもしれない。っぽいですね。リアバンですね。リアバンパーとリアスポイラー。あとサイドスカートも入って。これはなんか日本で。大阪店でお客さん作る1台作ります。これはナローをワイドフェンダーにしてターボフェンダーっていうんですかね。すごいしれっとですけど760なのね。296アベンタ F8 でゲレンデ。このオレンジのウルスがペルフォかな。ペルフォルマンテンですよね。これがリフトのワイドボディ。でもフェンダーつけなくてもこのスポイラーだけつけたりとかしてもかっこいいですね。フェンダーだけガバって出ちゃったんですね。でホイールは 1886。 このデザインめっちゃ多いね。めっちゃ見るね。ちょっと分かりづらいです。すごいね。でこれリアウィングもリフト。これいかついですね。オートサロン出したいですね。出したいです。オーソ3が AG のAG。みんな24だね。24のタイヤアメリカにはある。そうですよね。このタイヤアメリカにはあるよ。ある。なんかこの前取りましたもんね。本当は奥にね、取っちゃいけないんです。そう、取っちゃいけない。それはさすがに取っちゃいけないけど、すごい車があります。すごい人のすごい車があるんだけど、これはちょっとダメらしい。 NG というかちょっとね、これがこれからプロフェッショナル仕様になるカブリオレ。ミラーから何から全部変えて、エンジンも乗せ替えるって言ってましたね。そうですね。色も塗り替える。 G63 5x4 ホイールが AG24 白血。ルーフとかは確か純正だったよね。そうですね。 4x4 純正の部品とブラバスの部品がついてる。でもね、強烈な車種ラインナップかな。まあいろんな技術的な意見交換とか情報提供とかしてもらって、良い関係を築けてるかなと。はい。で今日はまずこの後またアナーキーとミーティングで、その後に AG と AG ラグジュアリーと AT86。午後は MV のまた工場に行って行ってみましょう。行ってきます。やってまいりました。はい、到着しました。はい、AG ラグジュアリー。はい、モデル X。 これ昨日のプラチナムの 4x4 にも履いてたホイール。ああ、そうだね。うんですね。そうですね。前回来た時もあった。はい。AG ラグジュアリーの工場に今から潜入したいと思います。はい。まあだから AG ラグジュアリーのこの工場でなんかいろいろね、他のメーカーのものも削ってますね。まあ今回それでアナーキーと 1886と一緒にここでミーティングするっていうのは、まあそういう理由もあって、こちらで削っているのを状況を見ていきたいと思います。はい。というわけでここが AG の工場です。同じ機械使ってるんですけど、よくあるやつね。こうやって取ってね。これが完全に削り上がった状態かな。怒られる。これすごいですね。いっぱいありますね。あ、削り上がった。あ、すごいすごい。ここは結構いろんなブランドのホイールを削ってますね。なかなかホイールを削れる工場を持ってるところがね、限られてるんで、だからデザインとかだけを自社でやって、作成削り出しはよそのメーカーでっていうところ結構あります。多いですよね。リムの在庫がないと削れないですもんね、やっぱり。ああ、でも結構減ってるね。減ってますね。前もっとあったよね。すごいあったんですけど、タイヤをここで組んで実際に梱包までして出荷をしている。こちらは完成したホイールが、これも人気ですね。すごい。もうこっちも、あ、こっちこれはAT86。これカリナンにつけたらめちゃくちゃかっこよかったんですよね。完成したホイールがゴーストのあれはアメリカにはあるあります。こっちでフィニッシュを。箱を押していく。前回と比べてすごい工場も良くなって、アナーキーをここで削るようになって、うん、クオリティをすごい求められて、はい、でなんかポリッシュの機械も結構やり替えたりとか、そういうのでかなり良くなってるみたいで、あとさっき説明してたんが、これこっちはそのバレルポリッシュで、こっちはあ、本当ですか。こっちはそのツートンなんで、ツートンの方はもう手で磨くしかないらしくて、やっぱりそのクオリティが上がるのはもうバレルに入れた方がポリッシャー綺麗になりますよっていうのはさっき社長が説明してくれましたね。到着しました。はい、来ました。はい。MV FORGED。はい。オイルイメージという会社の、はい、今日は工場に。まあ結構もう何回もね。来てます。来てます。はい。ね、何度も同じような動画になっちゃうかもしれないですけど。はい、そうですね。今の現状をね、そうですね、お届けできれば。まあ一応ここの中で僕らが取り扱っているのは MV フォージド、あと ESR、ブラーダ、ブラーダですね。じゃあ行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい。はい。ムルさん、こんにちは。こんにちは。元気でした。元気ですよ。これが新しいセンターキャップです。サンプルの台が一応各店に配られるそうです。MV ロゴが入ってるやつはチタンボルト。あ、こっちも一緒っすね。これが一応オプションのチタンボルト。おお。BMW E 30。車まだ直ってないの。車まだ。グラデーション。すごい量だよね。すごい量です。いや、やばいな、すごい。ここがこの前来た時は何もなかったんですよ。これタバコ。This is for acrylic。在庫。こっちが犬の在庫。やば。すごい。削りを。サイバートラック用のホイールが組み上がってる。削り上がったものがいっぱい。はい。フィニッシュ待ち。ホイールってフックスみたいなデザインみたいなやつだよね。ですよね。あれが MV 製。もう所狭しとすぐ確認してもらえるんで、なんか昔のアメタンメーカー、僕もアメリカ来るようになった時って別々だったじゃないですか。今はもうその事務所と工場とっていうのが全部併設してるところで今後できるようになるから、もっとそうですね。そうだね。はい。まあ、あと定期的に訪問することでね、はい、工場がこうやって機械が新しくなってたりとか、そうですね、フィニッシュのその機械が入ってたりとかね、はい、まあどん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 こう進化してってるっていうのが見れるっていうのはいいんじゃないかな、ね。はい、じゃあ一通り見させてもらって、はいはい、さらに案内、お客様に案内しやすくなるというか、こういうところも優れてるんですよとか、直接見ることで感じたことをこう説明できるっていうのは、そうですね、かなりプラスだと。そうだね。はい、お客さんにとっても、まあ、言ってないにしても、そのなんかどういう雰囲気が、ね、伝わるようになる、もっとこうメーカーと、ね、お客さん、そうですね、距離感が変わってくると。はい、今年のセマもね、まあブースを出すと、相変わらず勢いが止まらない感じで、お勧めしていきますので、ぜひお願いします。